村さん、私思うのですが、 NPC の子たちってみんな特定の感情が失われているんじゃないでしょうか。今は冒険だけに集中しててくれ。お前はそこで絶対に死ねないんだからな。あ、はい。ではそれはさておき、その NPC の抜け落ちた感情の件ですが、フレアやセリカは分かりづらいですが、今一番顕著なのはルシルですかね。あの子が笑ったところは見たことがありません。バグーに喜びの感情でも奪われているのかもな。気をつけて見守ってあげないとですね。どうしたの？シーナもエニグマも私のこと見て。あ、なんでもないよ。その椅子、キマタさん？快適そうだなって。案外硬くって座り心地は良くない。いつもルシルお尻が痛い。そうなんだ。